ギル・ロバーツは、アメリカ合衆国、オクラホマシティ出身の陸上競技選手。専門は短距離走、400メートルで44秒22の自己ベストを持つ。2016年リオデジャネイロオリンピック男子4位400メートル、リレーの金メダリストである。競技生活の大半を、ハムストリングスの怪我に悩まされている。ミルウッド高校時代には、2006から2007年シーズンに、 アメリカンフットボールと陸上競技でオクラホマ州選手権に出場。卒業するまでにナイキ選手権を含む5つの全国タイトルを獲得するなど活躍し、卒業後はテキサス工科大学に進学した。しかし、1年時は怪我でほとんどレースに出場できずに終わった。3月の NCWA 室内選手権、男子400メートルでは優勝したマイケル・ビンガムに例。 両例に及ばず、初の NCWA タイトルを惜しくも逃した。5月のビッグ12選手権では、男子400メートルを今季世界ランク4位の記録となる44秒86で制し、初の NCWA タイトルを目指して6月の NCWA 選手権に出場したが、男子400メートル準決勝で負傷し途中棄権に終わった。同月の全米選手権。 男子400メートルは決勝まで進出し、ラショーンメリットに次ぐ44秒93で2位に入り、ベルリン世界選手権アメリカ代表の座を掴んだ。世界大会初出場となった8月のベルリン世界選手権、男子400メートルは46秒41で予選敗退に終わった。3月の NCWA 室内選手権は男子400メートルに出場するも不正スタートで、 予選失格に終わった。6月の NCWA 選手権、男子400メートル決勝は、キラニ・ジェームスとの同タイムキサーリの優勝争いに0秒003差で敗れ、さらにレーン侵害があったとして、失格に終わった。2月に室内400メートルで今季世界最高記録、及び自己ベストとなる45秒39をマークすると、同月の全米室内選手権。 男子四百メートル決勝でも四十五秒三十九をマークし、カルビン・スミス・ジュニアらを抑えて初優勝を成し遂げた。三月のイスタンブール世界室内選手権には四百メートル今季、世界ランキング二位の記録を持って臨んだが、四百メートルは準決勝敗退に終わった。しかし、決勝のみ出場した四四百メートルリレーでは、アメリカチームのアンカーを務めて優勝に貢献し、 自身初となる世界大会のメダルを獲得した。6月上旬の NCWA 選手権は男子400メートル準決勝を44秒84の自己ベストで突破したが決勝では44秒99とタイムを落として3位に終わり、卒業するまでに NCWA タイトルを獲得することはできなかった。同月下旬の全米選手権。 男子400メートルは準決勝で敗退した。6月の全米選手権、男子200メートルで準決勝まで進出したが、わずか0秒007差で決勝進出を逃した。6月の全米選手権、男子400メートルは予選45秒16、準決勝44秒99と、両ラウンドで全体1位のタイムをマークすると、迎えた決勝は44秒53の、 自己ベストをマークし、ジョシュア・マンスやカイル・クレモンズなどを抑え、2年ぶり2度目となるシニアの全米タイトルを獲得した。6月の全米選手権、男子400メートルは46秒02で予選敗退に終わった。初のオリンピックアメリカ代表を目指して7月の全米選手権、男子400メートルに出場すると、準決勝では当初不正スタートの判定が下ったが、 抗議の末に判定が覆り、準決勝を全体2となる44秒67で突破。決勝はタイムは落としたものの2ラウンド連続の44秒台となる44秒73をマークし、ラショーンメリットに次ぐ2位に入り初のオリンピック代表の座を掴んだ。8月のリオデジャネイロオリンピックには男子400メートルと4400メートルリレーに出場すると、 400メートルは準決勝で自己ベストに迫る44秒65をマークするも全体9位に終わり決勝に進出するには0秒16及ばなかった。しかし決勝のみ出場した4400メートルリレーはアメリカチームの3層を務めて金メダル獲得に貢献した。6月23日の全米選手権。 男子400メートル準決勝で自己ベストを3年ぶりに更新する44秒33をマークすると、翌日の決勝でも44秒22の自己ベストをマークして2位に入り、ロンドン世界選手権アメリカ代表の座を掴んだ。2009年ベルリン大会以来8年ぶりの出場となった8月のロンドン世界選手権、男子400メートルには今季世界ランク5位として臨むと、 予選を44秒92で突破し、8年前には進めなかった準決勝に進出した。準決勝では予選よりタイムを縮める44秒84をマークしたが、着順で決勝に進出できる組2着には0秒29、タイムで拾われるには0秒20とどかず、組3着で敗退した。 決勝のみ出場した男子4400メートルリレーはアメリカチームの2層を務めて銀メダル獲得に貢献し自身初の世界選手権メダルは獲得したがアメリカチームは大会7連覇を逃した2017年3月24日のドーピング検査で陽性反応を示したが恋人とのキスが原因だったため潔白となった恋人が禁止薬物の含まれている 鼻炎薬を摂取しており、熱いキスを頻繁に繰り返すうちに、ロバーツが禁止薬物を取り込んでしまったという。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。微光欄の記録は、当時のもの優勝した全米選手権、全米室内選手権を記載。ありがとうございます。